香りすぎててやばい。めっちゃいい。チンしたところから超匂ってた。ね。あ、久しぶりに野菜食べる。わ、野菜苦手なんですか。野菜嫌いです。あらまあ。食べあらまあ。野菜を選んだ。一時期ハマりにハマってた。やつ。パスタ。そう。パスタ。私はこのカツオだし香るそばに温泉卵豆腐を入れて、あったかいのと迷ったんだけどね。天さんの声が聞こえる。そう、天さん、天さんいます。隣にいます。隣っていうかなんか斜め前、斜め45度ぐらいにいます。おんたまちゃん、こんにちは。はい、おいしいね、おんたまちゃん。レッスンお疲れ様、これからやで。おんたまそば、私そば屋で食べるときもこんな感じのメニューにしてる。いただきます。いただきます。なんかすごい今日めっちゃね、机でだからごっつあおりアングルですけど、気にしないのか。私も煽りアングめっちゃ下から撮ってるから、なんかすんごい引かないと超見切れる。そう、今日事務所の配信があるんだけど、ふくらじもあるし、これからレッスンだから全然参加できなかった。うん、悲しい。何、守りたいこの笑顔。あのアイコン、アイコンやばいね。うん、なんか、うん、なんかさ、おいしい、あの年越しそば食べてるみたいな気持ちになる。年越し配信、うん、もう1ヶ月経つけど年越し配信かもしれない。やばい、めっちゃ飛ばしてる。ちょっと後でティッシュもらおう。あ、いる。うん、あ、そうそう。うん、ごめん、ありがとう。立たせてしまった。いや、まず前髪伸びたな、自分。今日久しぶりに前髪セットっていうものをした。もう最近ね、ズラかぶってたから前髪なんてどうでもよかったからさ、何にもしなかったんだけど、この舞台来て久しぶりにやったらちょっと前髪伸びてたし、なんかパッツンにならなくなっちゃった、うん、そしてなおかつ、そ、今夜の最近聞いたに出ます、年女で。ふんふんふん、センターは変えますか。こんばんは。卵だよ。ベイビークマちゃん。そう、この動きさ、レッスンはあの、なんか YouTube やってる方がさ、やるじゃん。マチャリンのさ、YouTube 撮ってたんだけどさ、あれカメラで撮ったからね、初めてね、それをやりました。ちゃんとね、あ、やべ。ちゃんとそれっぽくなりまして、もう全部いっちゃう、七味全部いっちゃう。豚、豚パスタ。余計に蒸せてるだけだから大丈夫だよ。うん、まあ、すすらんと食べれるよね。そう、マチェリーの YouTube に出ます。そう、あのシュガハニのねドラマのがね、ビヨンで流れてるんだって。ベチョってやった今。なんか
だ、豚、ごまは誰マジじゃん、箸で食べるじゃんでさ、これさ、箸で食べるよね、普通に。うん、パスタサラダって箸で食べるもんだと思ってた。そうだよね。これ、すするかすするないか問題めっちゃむずいんだわ何が正解なんだろうと思っちゃう。うん、そば食べたくなる。あ、いいですね。私はさっきね、テンさんとカレーの話をしててね、カレーが食べたかったんだけど、うん、こんな時間からカレーを食べるのはダメだということで。くるくるしか食べなくない？これくるくる。うん、無理だよ。するないってどうやって食べるの？ドラマもう少しで始まるね。ね、そういう、そう食べ方かな。でもこれ箸でしか食べたことないから、今日お蕎麦だけ、もうお蕎麦だけ。どうしよう、これさ、パスタっていう命名だけどさ、濃くないんだけどさ、すするじゃん。すすらないように頑張るわ。なんかすすらないのかすすれない子なのかってなりそうゆりさん、すすれない子って、うん、ってね、うん、すすれない子、その食べ方してすすれない子って思われても嫌だけどすすってすすってでさ、すすったらすすったでさ、すすってんじゃないよみたいな叩かれて。そうなの？だからそんなことあるの？これさ、でもさ、すんないと食べれないよ、うん、頑張ってもね人だからすすれないっていうね、すするのがないから。カップラーメンとかないのかな。吸引力ないでしょ。分からん。もうずっとすすれてたからちょっとすすれない あんまりよく分かってないなでも私もこんなに自分すすれる人だっていう知らなかった意識しないもんね。うん、あ、私すすれてるわって、うん、すすれてるすすれてる、意識しないね。ね、うんうんうんすするのね、音 NG とかね、出したら。うん、パスタはだから言うよね、よくね、すすらないんだよ。ああ、そういうことね。そばだから別にすするもんだけどってことね。そばなんですよ、すすってその香りがさ、うん、こうなるのが、うん、ね、じゃあうどんとかもそうだけど、なんかやっぱそういうのがあると、すする習慣ないとすすれないもんな。そんな急に言われてもすすり方わかりませんってなるよね。手で持って食べなさいっていう国もあればさ、持ったら逆にお行儀悪いっていう国もあるからね。難しいね、そのね、国の分けもね。
あ、歯止めました、ありがとうございます。昨日はね、2位でしたからね。そう、久しぶりに勝ててマジで嬉しかった。最近辛い麺食べてる人の YouTube 見すぎて、めっちゃ辛い麺食べたいの。なんか最近その YouTube やってる人のアレンジで、セブンのやつでさ、あの中本、ね、ラーメン中本と味玉と角煮だったかな、を合わせてるの見て、辛い麺が食べたすぎてめっちゃ美味しそうで、それちょっと今度やりたいなと思っている。角煮はなくてもいいかな。そば、そばじゃないな。あ、でも角煮、いやでもな、ちょっとな、いやでも卵欲しいな。卵と、あ違う、チーズだ、違う、角煮じゃないわ、モッツァレラチーズと、そう、モッツァレラチーズと卵、味玉、あの味玉、そう味玉、めっちゃ美味しそうだった。最近ね、辛いの、辛いのね得意じゃないけど好き。この後はレッスンです。中本は人間食べるもんじゃありません、本当。この間だから中本の豆腐スープがあるから、豆腐スープを食べてもうヒーヒー言ってた。大人になったわね。いや昔から別に食べれたよ、辛いの。でもなんていうのかな、得意ではないからめっちゃね汗かく。小指がマジで前髪伸びたな。でも中本のラーメンは全然食べてないから、昔ね、アミちゃんとね、どうですか、中本行ってた。めっちゃ辛いけどね、辛馬だからね、美味しいんですよ。最近あのブルダックっていう韓国のね麺があるんだけど、のオリジナルを食べて、オリジナル食べて、あれってソースで辛さをあの調整するってやつだからね、半分ぐらいにしたの。でもめっちゃ辛くて、もうなんかね、でも美味しくて食べたくて、そう、もう汗だらだらかきながら食べてた。美味しい、美味しいです、ブルダックのオリジナル。辛いんだけど美味しい。 でも絶対あれソース全部入れたら終わるよ、まだ、ね、マジ半分で、半分で限界。私の卒業公演のレッスンもありますけど、あ、もうなくなっちゃった、早い。私はまだこんなにお腹空いてるのに、今日めっちゃお腹空いてる。あ違う、お昼サンドイッチだけだったからだ、マジで。あ、美味しい。いません、ね、美味しい、お出汁が効いてる。宮崎の辛麺食べたことあるよ、美味しい。なんかどこだっけ、どっかからね出てるんだけど、その関東とかでも普通に買えるやつが出てるんだけど、あれじゃなくて宮崎のお土産で買ったやつがね、めっちゃ美味しい。汁飲むタイプか、あんまり飲まないよ、これちょっと飲みたかった。落花生めっちゃ降ってる。ティーパパのお土産です。いや私が買ったんじゃないかな、宮崎に行ったかわかんないけど、宮崎の近くで買ったなと思う。ワンポジって言われて、んせいちゃんとんかつって食べるん、人数が少なくて、せいちゃんとんかつね食べるけど食べないね。なんか1年に1回食べるか食べないかじゃない、
最近ねちょっとジャンキーなものがね食べたくなるときがたまにありますね。こんばんは。やっほー。時女子出ないんですよ。そう、今日はねこれからレッスンなので出れませんだね。悲しい。こんばんは。時々何時からですか？もうやってる？まだ？パスタ、サラダ、豚。そう、今夜は最近聞いたよね。見てください皆さん、ぜひ。私はね、衝撃的だった。ごまだね。です。うん、時女子何時から？待って、時女子何時から？誰か教えてくれ。ヘルシーじゃないよ、全然。ごま油はヘルシーじゃないし。ああ。9時なんだ。9時なのね。めっちゃ美味しかったな。一本ずつ入れるのね。あの2本同時に入れたかったんだけど、あの小さすぎた。口の色の。やほ。そばだけか。そうね、もうちょっと食べたかった気もするわね。食べてみたらいけると思ったんだが、ちょっと少なかったね。じゃあ時女子電話出演したら、いやもう リハ始まるで。うん、9時でリハ始まっとるで。なんかイベントとかだったらさ、もうさやらなきゃだけどさ、微妙なところだよね、レッスンとその配信ってなると。なんか私レギュラーメンバーじゃないから、配信で出れませんみたいなことがないんだよね。かなき、せいちゃん本気食いしたらどこまでいける？全然食べられないと思うよ、その時にもよるけど。台湾の実際に撮った TikTok 可愛かった。あ、もうぜひみんないいねとコメントしてくれ。スイちゃんの分までたくさん食べるね。夜はそんなに食べちゃダメだよ。写真撮らなくなって怖い目がガチすぎた。TikTok さ、撮っても大丈夫ってさ。スイちゃんワンコそば食べたことあるよ。なんかね、あの AKB 親善大使だっけ、観光大使だ。 AKB 観光大使ってやつで、昔メグと岩手に行ってワンコそば食べて30杯ぐらいだったかな、そんな気がする。その頑張って振りようがなくて、みんなやってるのを制作さんが撮ってくれてて、まつぱしたばっかりだからめっちゃ目が綺麗に見えるし、まつげ綺麗だし、前髪も切ったばっかりだから目が綺麗に見える。あのミシェル一番病弱でさ、元気ないんだけどさ、もう楽屋では誰よりも元気だし、はっきりだね、よく喋ってますよ、マジで。朝からよく喋ってる。48杯じゃなかったっけ、マジ48杯も食べてた。いや私全然覚えてない。休憩の時もよく喋ってる、もうずっと喋ってる。目がバッチリ綺麗だった。全然喋んないもんね、セリフがないから有り余っちゃってて、もうずっと喋ってる。カスミンとたくさんお話しした。あのカスミンは果たしてギャルなのかっていう話をね、マネージャーさんとしたんだけど、カスミンとオリンと、はい、そうで、かすみはギャルじゃないけど現代子っていう話を聞きました。
肌がチュルチュルに見える。やった、元気いっぱい。ちょっとフィルター入ってるからね、これね、チュルチュル。なんかめっちゃ面白いじゃん。あ、ハイカード来てくれた人。2人開幕シールド貼ってたのかっこよかった。そう、なんかコーチが今回からまた違う方になったんですけど、チーム専属のコーチって感じになったんですけど、コーチがこれやってみてくださいっていうので2人とも上手に貼りました。映像見たい。すごい元気。ついてに連れて駅のそばでかき揚げそば食べてるよ。いいね、かき揚げもね、食べたいんですよ本当は。でも油物を食べると本当にすぐ私はプツッってなってしまうから。いろんなさ、うちも一回さ、千秋楽の時にさ、久しぶりの割にいい動きでした。違うのよ、マジで練習したの。昨日練習に来れるメンバーが4人しかいなくて、なんかお仕事だったりとか、まあなんかもう練習大丈夫ですって人だったりとかで来たのが4人だったの。でカスミンと私はいたの、あとハルピョンとアズちゃんだったんだけど、もうこの4人でやりまくったので、私はコーチにこういう動きをしたらいいよってめちゃくちゃ教えてもらって、そう、なんか基本的な動きを言いますって言われて、めっちゃ基礎の基礎を教えてもらって練習しました。なるほど、結構上手くなってびっくりした。ありがとうございます。やった。次はね、私ね、実はね、もうね、3月ぐらいに出る、まだ発表されてないかな、やべ発表されたかな、どうだろう。また出る機会があるので、そう、楽しみ。綺麗に撮ってくださってる。勝ちたい。だからそれ乗せたいな、お姉ちゃんとも。まだかな。そう、また出るので。そう。でも結構ちゃんとさ、今回はさ、推しメンのいるチーム、ちゃんと推しっぽい推しっぽいって言うとあれだけど。なんか私推しであったり、オリオン推しであったりっていうのが見えやすくて嬉しかったですね。うん、次は優勝できると。そうな、優勝したいね。さ、私大好きなの、集合写真。カスミンめっちゃ強かった。カスミン、私はカスミンが打ったのを見て私も打つみたいな感じしてた昨日は。すごく、なんだろう、挑戦してくれる子だったから、そう、私もやってた、合わせて。一回ボール渡しに行きたい、ぜひぜひ。ホテキャプテンも喜んでた、ありがてえ嬉しい。ホテキャプテンショールームで実況してた、マジかよ。キャプテン、みんな金がのこと見てんの、マジおもろくない。みんなさ、キングがすごい顔しててさ、スイちゃんサポートプレーうまそう。そう、多分ね、私主戦でね戦えないんですよ、怖い、見てる人くなっちゃうから、サポートぐらいがちょうどいい。だったよね、あれもね、終わった後に写真にしてくださって、制作の方が。あ、今度波動の体験会行ってきますよ。へえ、なんかさ、今期からさ、その本戦の前にファンの方と戦うっていうのがあって、それがめっちゃ面白かった。集合写真を写真でいただいたことって今までこうなかったから、なんかそれを写真でいただけてめっちゃ嬉しかっただし、そう、話してたんだけど、工藤じゃん、かすみんが CG ってオリンと2人で呼んでた。シューイチなんか指差しポーズ写真でしてたと思うんですけど、メンタってコナン真実はいつも一つです。あれはバーナードさんとチェルシーとミシェルとアンサンブルの人だけでなくて、だけど制作の人がシューイチ、それもストーリーに載せようと思ってね、ちょっと忙しすぎて載せてないんだけど、せやかって工藤その平次
公式の美術冊のさ写真あるじゃん、あれをそのモノクロにしてくださって、少ないやん、そうモノクロにしてくださって、で裏もちゃんとコナンがコナンです、コナン名前ミジレットグレイブってやってくれて、そう最後の時にこれどうぞってくれて、ね、そう作ってくれたんです、やだね、マジで嬉しくて、結構ねコナンはね、そう見てたんだけど最近見れてないから、黒ずくめの組織が全然わからない、私今どうなってるんだろうな。しかもねコナンのねあのパソコンのタイピング練習のソフト持ってたの昔、なんなら集合写真すら持ってない、だからすっごいね難しいやつ、テテテテテテテっていう音のやつで、なんかすごい早打ちタイピングみたいなやつをやってたんだけど、全然ねちっちゃい時に小学生ぐらいの時にやってるからね、全然ね解けなくて、もうあれはちょっとトラウマ級ですね。それなんか楽屋とかでもね喋るんですけど、本当に2人とも自分より年上でお姉さんで、アンサンブルのね方もお姉さんなんですけど、すごく本当に何だろう、私がめっちゃ喋るけど、今やったらできるのかな、あれタイピング練習してくれて、気になるね、すごく誰が、あの皆さんがね、最近アニメはね佐々木とピーちゃん見てます。おもろいよ、佐々木とピーちゃんおもろいよ、まあ先生力ね、佐々木っていうのが会社のサラリーマンなんですけど、癒しが欲しいって言ってね、今年入ってからペットショップに行くの、で高くて買えないの、フィンらしい普通のペットが、でもピーって鳴って鳴いてるインコを見つけて、インコだっけあれ、インコを見つけて安かったから買うの、今日からよろしくねって言ったら、そのピーちゃんがまさかの異世界の住人で、異世界の元賢者だったの、そうで、ピーちゃんが異世界に連れて行ってくれて、佐々木は異世界で貿易を始めるので、異世界で貿易始めたかと思ったら、現実世界の方で異能力者、じゃあ貿易も始めて、異世界だと魔法も使えるのね、で魔法を覚えるの佐々木が、そしたら現実世界に戻ってきて、あなた異能力者ですよねっていう風に言われちゃって、現実世界で異能力者として働くことになるの。なんか佐々木とピーちゃんからさ想像もできなかったさ内容でさ、まだ4話見たかな、そう今日4話見たのかな、多分4話、このここまでの話がね、1話か2話にハマってなってて、こっからどうなんのって感じ、マジでお話が面白かったりとかね、めっちゃおもろいね、キャストとかみんな稽古場からすごく笑ってたりとかして、現実でも活躍するか、そう現実でも活躍するの、異世界だけかと思いきやまさかの現実でも活躍しちゃうっていう、しかもここまでのサラリーマンスキルがあるから、貿易とかも結構うまくいくし、その現実的なところの、その異能力対決もなんかうまくいくの、めっちゃおもろい、佐々木とピーちゃんマジおもろい、やっぱりなります、今までストレートのやつは何もこう資料がない状態っていうのもあるかな、でも 2.5 はその役というか営業スキルで儲けてるね、そうなの、以内でどう届けるかっていうのすごく大切、めっちゃおもろい、佐々木とピーちゃん大好き、ハマってる、私 YouTube のそれこそあの上がってるやつあるじゃないですか、公式から上がってるやつとか、こんにちは、コメントとか見たりとかしたんですけど、あと
タイトルがシュール、そう、佐々木とピーちゃん。検索したやつで。佐々木とピーちゃんとね。皆さんが結構おっしゃってくださってて、私もすごく思ったのは、本当にめちゃくちゃ、まあ、フリーレンも見てるでしょ。フリーレンと薬屋も見てるでしょ。皆さんが演じてるキャラクターが本当にキャラクターそのまんまで。それハマるわね。そうなのよ。私自身も。あと何？あと何見てるかな。本番期間中にアニメ見直した時に。あんまり最近アニメは見てなくて。本当にキャラクターそのまんまなんですよ。皆さん。それハマるわな。そうなんですよ。すごいキャラクターにぴったりだって皆さんのことを思ったんですよ。そう、青いくをね、一期をね、全部見まして、青のエクソシストで、次の2017年にやったやつ見ようかなと思ったんだけど、ちょっとね、止まってますね。それはアニメの指先と年齢は見てます。メンバーさんを、そう、指先と年齢見てる。じゃあ前回がめっちゃ見てたんだよね。いっぱい見てた、本当に。寄せる似せる。あ、シャンフロはまだ見続けてますね。本当にすごく再現、シャンフロ今面白い展開です。休日の悪者さんも見てるよって思いました。まあ、ミセルちゃんもね、ミセルちゃん俺だけがレベルアップだけ面白い、おいいですね。ミセルちゃんどうです、先生、ミセルちゃんこういい感じに繋がってるものがあればよかったかなって、すごく。プリーチ昔見てたんだけどね、途中からついていけなくなっちゃって終わってるね。タイガ見てるよ、こんばんは。あ、そろそろレッスン始まる、もしかして。38分です、ね、あ、38分か。そろそろ終了しようかな。終わりますか、うん、キャッ。じゃあ、じゃあ終了に出そうと思います。ランキング間違えたな。13位行かないで、いや、行かなきゃいけないので、ね、やってきます。ありがとうございます。12万円さん、ふくらじたくさんやってるので、あら、やった。11位、岡山さん。ジマサトさん、九州がふくらじ楽しかったら見て帰ることができている方は気をつけて帰ってください。八井秀樹さん、ふくらじ観覧楽しかったよ、今日も超可愛いし、ありがとうございます。私も読もう。1位陽一さん、2位ワイマツアット四つ葉、ふくらじ楽しかったさん、ありがとうございます。3位クーヤンさん、4位リバーサルマンアットヒロスケさん、5位オミちゃん、6位ヨウタロウさん、7位大政3、8位トシノリさん、あ、9位仰天ゆり子あと、ふくらじお疲れ様でしたさん、ありがとうございます。10位 R36 ムロスさん、11位コータさん、12位マサアキさん、13位カドマチさん、そして29位はユキタンさんということでした。ありがとうございました。さあ、ここからレッスン頑張りたいと思います。またね、バイバイ、ありがとうございました。